ダメです。口生。今日。5月1日。今日、コインの日。はい。あ、そう。そうです。コインか。コインの日です。コインって。あ、語呂合わせでね。ごめん、気づかなかった、俺は。で、コインで思い出した。マリオ。小学生の時から集めてる。はい。はい、懐かしい、マリオ、ごめん、マリオのコインね。ごめん。はい、反応できなかった。懐かしいね、その。わかる。あった、あった。ギザ10。これ僕、小学生の時から集めてたかな。ギザ10。だからもう、今でも集めてるんで、うん、30年くらいになるかな、集めて。100枚以上あると思うんですけど、うん、このね、価値、今日調べたんですよ。はい。なんかこれ、コイン関係でなんかやりたいなと思って。うん、そしたらね、結構、その、いい値段、だったので、はい、ちょっとね、その年によって値段変わるんだけど、はい、探していこうかなと思います。はい、で、ね、製造されたのがね、昭和26年から33年。はい、でね、31年が作られてないんでね、実は7年間、はい、ギザージュって作られたらしいんですよ。はい、うん、で、結構値段するんだよね。で、未使用品の値段なんだけど、それが高いと。なるほど。うん。で、状態が比較的いい場合でも、うん、もう100円以下になっちゃうね。やっぱ使用したのはね、値段つかないと。うん。まあ、全部使用してやるんで、そうだね。そう、結構汚いんですけど、ね、そんな汚いんですけど、うん、まあ、探していきたいなと。そうだね。はい。いいのあればね。うん。で、もしね、うん、その高いのあれば、その磨いて綺麗にしようかなと。まあ、磨いてね。うん。ただね、これもね、洗浄や、あの、研磨するとね、うん、価値が下がるらしいんですよ。そうなんだ。うん。なんかね、効果は、製造当時の状態が、どれくらい残っているか。知らん。で、価値が決まるんだって。なるほどね。そう。だから少しでもね、削ったりすると、やっぱり、うん。もう価値下がっちゃうってことね。もう真っ黒だけどね、うん。あ、だからもう、これは使用済みなんで、もう全部100円以下の価値なんだけど、うんうんはい、高いのがあったら、磨いて綺麗にして、飾っとこうかなと、ね。なるほど。うん。探そうよ。うん。全部出す？あ、いいよ。全部バーッと出してっていいよ。いきますよ。あ、いいよ。あ。そこ見えないと思うんだな。ここ見えないと思うんだな。あ、この辺ね。そう。うん。何これ？汁出てる、汁。これなんかテープ、テープだな。テープ。テープ？ほら。ほんとだ。え？うわ、何十年前のテープ。なんでテープ？テープに10円の跡がついてる。価値っていう具合にもうね、汚いんだよ、全部。価値があるな。もしかしたら錆びてるのもあるかもしれない。うん、そうですね。あ、取れないな、このテープ。あ、でも26年から33年の間の、あ、ギザージってこれ、ね、で、価値がこんな感じ。はい。なんかマントが書いてきたから、そう。未使用品の値段ね。一番高いのが、あれかな。昭和26年。まあ、これが6万円前後、うん。すごいね。でも、発行枚数見てこれ、1億106万8000枚。すごい。まあ、これちょっと載しときますか。ギザ10が発行された枚数？そう。それとも10円？この26年に発行された枚数。あ、これ。なるほどね。1億。だけど、見てこの辺。そう。33年なんかね、2500万枚しかない。ほんとだ。で、5万円。どういうことだ。日用品がね。あ、いい意味なくて。いいよ。33年探せばいいじゃん、33年。なるほど。いや、全部分けようかなと思って。なるほど。今回ちょっと紙を用意したんだけどね。あら。33年からいこうか。そうか。いや、水は。33年あったら暑いよね。暑いね。まあ一番高いのは26年なんだけど。なんでだろうね。で、31年は作られてないから。26。はい。こんな感じで。はい。え、結構時間かかるかも。そうだね。これはもうカッツ。ハイアプリでカッツです。うわ、やべ、めんどくせえ。あ、じゃこれもう重ねちゃっていいね。ないか、うん。ちっちゃ。爪切ってなかった。ほら、見てこう。この隅ないじゃん。26年、33年。本当だ。30年。30年。
本当に？うぅ、やった、26年あったー。あとさ、やばい、読めね。7年。お、7年じゃん。33年ないか、やっぱ。2500万枚。すごいな。発行された枚数が、ないかな。29年も。29、29年多いね、ほんとに。28とか、うん。あ、27。あ、27結構出てきた。28、29、29多そうだな。あ、やっぱり33年はないのか。何、俺っての20年間が。うわっ、あ、錆びてる、やっぱり。すいません。なじま当てたくらいな感じ。なじま当ててないけど。ん？錆びてる。ほんとに？削るか、研磨するか、33年。26年かかった。1個あった。29やね。ちょっと29！ あら29ちょっと、こっちやるか。うん、置ききれなくなりそう。28も多いな。28も。29多いな。32かかる。見えない、もう。あ、これ一人だったらやべえな、もう気が。これ折れそうだな。うん。27。27。27。27。これあれだな、こっちにして、もっと伸ばしてもいいよ、伸ばしてもいいよ。そうね。伸ばしてもいいよ。あ。ごめん。何を倒した？フィギュアが。邪魔だ。狭くて。どかしていいよ、どかして。狭い。33枚しかないぞ。マジでね。発行枚数がやっぱり少なすぎる。あ、26。お、あ、26結構ある、ね、ある、ね、価値一番高いんだけどね。え、あれ？あ、28、ん？うわ、1個か。1枚か、33。もう1枚ぐらいありそうだけどな。価値がある、でも。まあ、価値ないんだけどね。うん。まあ、使用済みだからもう。使用済み。比較的いい状態で、確か33年、うん、70円とかだったよ。うん、うん。だから、ね、もう全然価値ないんだけど、俺たちは別に売ったりしないからどうせ。ただ磨いて、これだけ価値があるのに、なんか飾って、こう、なんか見るのって。楽しいね。そう、楽しいじゃん。20、あれ？うっ！すげえ。33年すごいじゃん。何でもだ。どういうこと？ SR なんだよな、SR なんだ。え、何？おお、やばい、来た、あったぞ、あったぞ、来たぞ。よいしょ、29がやばいぞ。29。なんかさ、この緑色に錆びてるって変な絶対だよ、どぶんどんしたって。違うよ、これだから、あれだからだよ。どうでしょう、これ。確かに。サビ ?29 やべえな。本当だね、29がね、何枚発行されてる。当たり前じゃん、5億だもん。なるほど、発行枚数5億。だいたい 5分の1割ぐらい、ん？ 5 割ぐらいが33枚ありました。おっ、26。28、29、29。お、33年4枚あるのか、4枚け、あれか、研磨するか。まずは普通の10円で練習しないとね。確かに。いきなりやったら失敗するな。確かに。えっ、あれ、嘘、あれ嘘でしょ。すごいぞ。27、28、28、
29。ここ混ざりそうじゃん。あと28。オッケー、混ざってる、混ざってる。お、26。なんだこれ。なんか削れてるの。あと手が、ちょっと黒くなってるぞ。はい。ゲームセンターのコインを。お出せ。触ったかな。待って、32年の方が少ねえ。あれ？あれ？32年。あ、もう少ない。あ、5000万枚か。まあまあ少ないね。32年が未使用なら4万円前後だ。26年もあったね。26年もあったね。カットです。発行枚数は、1億だけどね。で、27、28。これが4億いってるから、ここが5億超えてる。ここが1億。やっぱ5000万枚。うん、で、2500万枚。すごいじゃん、すげえ、5枚あるんだ。すごいな。うん。はい。どうする？研磨するか。研磨するか。ね。じゃあ10円使って、ね、ちょこちょこ。うん。またそれの動画ね、あげたいね。そうだね。いろんな、やつ使ってね。そうだね。先、ギザ臭しない。うん。10円使ってね。うん。ギザ銃だよな。そうだね、ギザ銃。ちゃんとギザ銃。使って練習して、はい、で、こっちも綺麗に磨いて、うん、なんかコインケースにちゃんとね、入れて、なんか空気に触れると良くないって分かるのかな。うん。うん。だからね、そういうの綺麗に保管する、できるようにしとこうかな。はい。で、この辺にね、片付くと。皆さんもね、なんか、衣装の10円玉あったら、もしかしたら、ギザ銃かもしれません。そうね、これ買い取り価格だっけ5万円前後っていうのは。そうだそう、だから。いいでしょ売り値が倍ぐらい。倍はいかないと思うけど、8万とかじゃないの。そうでしょここ6万円だもんね。なんでここの方が高いんだ枚数に。なんかあるの最初、だからじゃないこれ買い取り6万だったよ。まあ未使用なら。未使用なら。何回も未使用ならね。そう。うん。もう使ってたらね、10円の価値しかない。だから、まあ磨いて綺麗にして、ちょっとね。これが価値あるもんだって思って飾って、なんだろうね、こう。こういう毎日見て嘘を嬉しい気持ちになると。はい。じゃあ、こんなことです。磨いていこう。はい。また、ね、磨いていきたいと思います。はい、ここは別の動画でやりたいと思います。まあ、こんな感じです。おしゃれでした。ありがとうございます。